皆さんこんにちは。山田理科のリポリカ、理科室の理科先生こと山田理科です。今日もよろしくお願いします。さあ今日は名古屋市中村区にあるライブ&ダイニングブレスをご紹介します。こちらが代表の花井和也さんです。花井さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今私たちはどこにいるかと言いますと、このブレスの中のスタジオ、レコーディングスタジオになるんですかね、にいます。もう今日はここから、このブレスの情報をたくさんお届けしていきますので、皆さん最後まで見てください。さあでは花井さん、はい、まずこのブレスどういったお店か教えてください。自称レストランです。よくいろんな、お店と間違えられます。表に玄関先に来ていただければ分かるんですが、このスタジオがいきなりバンとあって機材がたっと並んでるんで、まず間違えられるのは電池くださいと言われる電気屋さん、ギターくださいと言われる楽器屋さん、ほぼその2つで週1ペースぐらいで、言われます。いや本当私もこのブレスの前をちょこちょこ通りがかるんですけれども、はい、この今いる私たちのサテライトスタジオが一番目に入るところにあるので、ここって何だろう、何屋さんなんだろう、スタジオなのかな、何か放送できるのかなっていう感じでずっと見てたんですけれども、割と中村公園界隈は飲食店が多いので、ちょっと変わった作りにした方がいいなっていうのが正直ありました。でそのか、はい、はい、これね、ちょっと変わった作りにしすぎました。いやでも花井さんのなんていうんですか、個性がたくさん詰まってる、はい、そんなお店だなって私は思って。 ありがとうございます。でここのお店、そのこういったスタジオプラス、はい、飲食、お食事もできるということなんですけれども、はい、でお食事に一番力を入れてらっしゃる。そうですね、本人はそのつもりなんですけど周りには認めていただけてないみたいです。でも人気メニューがあるということで、はい、おかげさまで、ご飯物で半トロ天津飯というのがあります、はい、これは、私が中華料理屋さんの、天津飯があんまり好きじゃないんですというのはご飯が汁を吸っちゃって雑炊のようになるのが僕嫌なんです。基本僕雑炊嫌いなんですなので、はい、ご飯が汁を吸って雑炊にならないようにチャーハン、はい、を作ってます。チャーハンを作って、チャーハンの上に卵をかけて、あんをかける。チャーハンにすると一旦油で炒めるんで、はい、吸わないんですよね。で最後までパラパラで食べれる。自分がそうしたかったからしたら、出したら受けちゃったみたいな。それとあと男子諸君に大人気のガツル男のステーキ、1人前 350g でかなりでかいです。これが、はい、もうちょっと飲むかな、うん、それが割と人気です。なんかダブルがあるとかも、はい、ダブルはよくお客さんがダブルってどういう風って言うと、それ2枚って言うとみんなええっていう、ね、750g ぐらいあります。これって皆さん一緒にそのシェアして食べられるのか、まあ、大体多いんですけど、若い男の子は一人で食べる人がいますさすが若者男子、はいはい、すごい、はい、ところで、はい、花井さんって何者になるんですか？いわゆるおっさんですけども音楽が趣味の、あ、音楽じゃねえな、機械いじりが趣味の料理屋さん。機械が好きで、はい、でもお料理も好き。そうですね。私このブレスさんは本当、はい、スタジオとかステージをやるっていうなんかイメージだったので、はい、その料理のことを聞いたときに、もう花井さんが、え、待って、料理人、え、機材好きな方、料理が好きなおっさんが音楽系の機材が大好きで趣味で揃えてたらこんなになっちゃったみたいな。もうだってこのスタジオもすっごいたくさん機材が、ね、並んでるので、ね、これもだから気がついたらこうなっちゃった。気がついたら、はい、たくさんパソコンなり、ね、はいはい、いろいろミキサーがあったという感じなんですね、はい、でこのスタジオでどういったことができるんですか？今は、ライブの音声をレコーディングして CD とかにしたりとか、あとは
コロナですので、配信が今流行ってますね。で一番、多いのが毎週1回、お姉さま方が、ここのスタジオから1時間番組を発信してます。それって、はい、すいません今割り込んじゃいましたが、もしこの動画を見てくださった方だったりとか、はい、この、ね、道を通りすがりの方が、はい、このスタジオでちょっとライブ配信やりたいんですけどっていう感じで来られたら、そうですね、スタジオだけの貸し出しもしてます。で、先ほど言いましたそのお姉様方の番組と別で、ツイキャスで、コロナですので有料配信もやってます。ライブの映像とかダンスのパフォーマンスを有料配信するっていうのもやってます。これもここのスタジオからできます。カメラが常時12台、仕込んであるんで、そのカメラをここの機材を使って1カメ2カメとこうやってし切り替えながら配信するっていう割とクオリティ高い配信ができてます。そうなると、はい、このお店の料金スタイルっていうのはどういった形になるんですか？はい、基本、ライブに関しては、お客様からライブチャージいただくじゃないですか。例えば、はい、ミュージシャン見に来て3000円とか、そういったものは全て、ミュージシャンに差し上げます。一番でその代わり来ていただいたお客様に必ずお食事をしてください、はい、先ほど言いましたうちはレストランですので、はい、お食事はうちがいただきます。お食事と、ドリンクとお食事はでライブチャージはミュージシャンさんに差し上げますというスタイル、ちょっと変わった特殊なスタイルです。なんかライブハウスとまた違う感じになるんですかね、はい、だからよく初めて来るミュージシャンのお客さんっていうのは初めて来るわけじゃないですか。そうすると、はい、ライブハウスと一緒だと思ってて、ワンドリンクだと思って見える方が、そうするとお腹空いてないって言って、で2回目来るともうちゃんとしたものが出てきてがっつり食べれるんで、みんな腹ペコで来てくれるっていう感じです。ということはブレスに来る際は皆さんもお腹すかしてペコペコにして来てください、はい、もう美味しいお料理がたくさん待ってます、はい、さあ今日はブレスをご紹介しました。もうこちらはレストラン、ステージ、レコーディングスタジオ、そして音響、もうすべて妥協することなく揃っています。美味しいご飯が食べたい、ライブ見たい、ライブやりたいという方、ぜひ皆さんお越しください。美味しいご飯に関してはなくなってしまうかもしれないのでお早めに来てくださいね。以上、理科室の理科先生こと山田理科がお送りしました。この番組を見てくださったそこのあなた、ぜひチャンネル登録、そしていいねボタン、またどこかお店紹介してほしいとか来てほしいという方、ぜひコメント欄にメッセージをお願いします。それではまた来週リポリカでお会いしましょう。バイバーイ。